ウームの事務所に行ってきました。はい、チンパンです。今日は2019年の6月8日土曜日です。なんとですね、僕ウームの事務所に行ってきました。何ヶ月前だ、3ヶ月、4ヶ月ぐらい前にウームネットワークっていうのがありまして、まあ、そこの、まあ、ウームの養成所みたいな、 YouTuber 養成所みたいな、簡単に言うとね、 YouTuber の駆け出し、 YouTuber 駆け出しの人向けのなんかサービスっていうのがあって、でそこに実は、入ってました。今日ですね、ウームが勉強会っていうのを開いてて、まあ、そこに行ってきました。で、まあ、どんなことをやったかっていうのはちょっと公開できないことになっているので、ちょっと伝えられないんですけども、だいたい30人くらいかな、他の YouTuber さんと一緒にこう勉強会をしたっていうものなんですけど、いやー勉強になりました。勉強になりましたし、本当に刺激になりましたね。やっぱりいろんなね、ゲーム配信をやられてる方とか、またマルチにやられてる方だとか、また個性的な動画を作られてる方、皆さんいらっしゃったんですけど、お互いにね、今どんな感じですかみたいな、ツール何使ってますとか、どうやってサムネ作ってますとか、どんな企画やられてますかとか、そういうのを話し合えてすごく刺激になりました。で、ウームの、まあ、事務所に実際入ってきて、入ってそこで勉強会をやったんですけど、これが一つびっくりなのが、ウームの事務所の中にガチャガチャがあるんですね。 YouTube の中よくある企画で、メントスコーラーだとか、そういったものをキーホルダーにしたっていうようなガチャガチャがあるんですけど、それをやってきましたよ。実際これなんですけど、本当にガチャガチャで1個300円かな。で、はい、これが、そうそうそう、いくつかあって、こんなのかな、こんなの見えるかな、こういう風に、あのよく YouTube でやられる企画、それがちょっとキーホルダーになったっていう感じのものなんですけど、でこれで、この中で、そう、この中で自分はね、あのここのコーラとか、あとは浴槽トローリとかサイコロ、これがね、ウームのロゴが入ってるキーホルダーなんですよ。なんでこれが欲しいなと思ってやってみたんですけど、まあ、結果このプチプチボールになりました。でどうしてもね、そう、自分はこのキーホルダーが欲しかったんですよ。このウームのロゴが入ってると思ってもう一回やったんですよ。そしてもう一回やりました。また出たんですよ。またプチプチボールで、まあ他のね、 YouTuber さんはこう他のキーホルダーとかね、いろいろ、ま、みんなで、あ、やろうよやろうよって言ってやったんですけど、でみんなこうキーホルダーやったりとか、まあプチプチボールの人もいましたけど、自分はね2回連続プチプチボールで、なんでここで負けてられないのがチンパンですよ。もう一回やったんです。3回目、3度目やりました。出たの、なんとほら、プチプチボール見て、このほらほらこれ3回連続プチプチボール、もうね、自分の運のなさを呪ったね。こんなにも連続でプチプチボールが出るんかと思って、ウームのキーホルダー、まあしょうがないですね。でまあ今回その本当に事務所に行って、まあ、よくそのウームのチャンネルとかで事務所の映像流れてますけど、それをずっと見てて、ああいいなと思ってたんだけど、実際そこに行けて、まあ、勉強できて、かつ本当に他の YouTuber さんともいろんな意見交換できたりとかしたので、すごく今日は本当にいただいたなと思ってます。まだまだね、あの自分は今の時点で88人、チャンネル登録者が88人で全然未熟なんですけれども、これからね、もっとこういろんな企画やったりだとか、いろんなところに行ったりだとか、まあ、そのシェアハウスの日常だったりとか出していこうと思ってるので、引き続きよろしくお願いします。はい、ということで
また次の動画でどんどん出していくんでよろしくお願いします。さよなら。